はい。皆さん、こんにちは。お疲れ様です。ひろしの時事ニュースチャンネルです。え、今日はですね、ちょっとあの、令和ナットに関するね、記事がね、ついにあの、ヤフーニュースに出ましたんで、ダイヤモンドオンラインかな。え、そこに出ましたんで、ちょっとですね、あのー、紹介していければなと思いますので、よろしくお願いします。あの、皆さん知ってますかね宮下社長が、 またあの動画出したんですよ。ね、無料パスポートの募集騒動についてっていうことで、ちょっとあの20分のすごい、なんかあの長編なんですよね。広、まあ、ロもよく20分の出すんで、人のことはあんまり言えないんですけど、なんか結構見るのしんどくなっちゃって <laughs>、しかも忙しい時に出してくるんで、ちょっとびっくりしたんですけど、なんかこの記事にかぶせてきたの、かぶせてきたんじゃないかなってちょっと思うんですよ。 このね、ニュース記事が出たのはね、朝のね、4時とか4時半とか、5時ぐらいだったかな、そんぐらいに出てて、で、宮下社長がね、さっき朝の8時、9時、ちょっといつ、結構朝に出してたんですよね。なんかかぶす、もしかしたらこの記事出ることを知って、もしかしたらかぶせてきた可能性もあるんですけど、まあ、ちょっと真相は闇の中ということで、まあ、とりあえずですね、これ久しぶりのね、令和ナットの記事あ、ちょっと全部読んでですね、まあ、その後に広島の感想を述べさせていただければと思いますので、よろしくお願いします。じゃあちょっと読んでいきますね、久しぶりの記事ですね。はい、時事ニュースで令マナットやるのは、久しぶりなんかウキウキしますね。 はいえー、増加傾向にあるクラファン一方でそのリスクも、はい、新しい視点に着目したサービスありそうでなかった商品ニッチなテーマの書籍の出版映画や音楽などの制作配給新興アスリートや運営団体の支援難病患者へのサポート地域の町おこしや被災地の復興このような新たな企画やアイデアプロジェクト課題解決を図るための商品やサービスなどの規範者が 専用のウェブサイトを通じて賛同を呼びかけ、えー、それに共感した者たちが資金を提供する。えー、この一連の行動をクラウドファンディング、略してクラファンと呼ぶということで、まあ皆さんクラウドファンディングも知ってますよね。もう令和ットの件で一気に有名になったよね、クラウドファンディングってね。まあ良くも悪くもですけど。うん。あ、そうだ、あと一応記事これ長いんで、あのリンク貼っておきますから、あのちょっとヒロシの、あのなんだ、動画なんかちょっと見てられへんわっていう人いたら、ちょっと URL クリックしてぜひ見てみてください。はい。えー、クラウドファンディングはもともとクラウド。 これ群集って意味なんですね。クラウド群集、ファンディングは資金調達を組み合わせた造語であり、2000年代の終わりの米国において、投資家、エンジェルの力投資家、あ、投資家のことをエンジェルって言うんだ。うん 投資家、エンジェルの力を借りずに資金調達をする手段としてインターネットの普及とともに発展しました。なるほどね。日本においては2011年に発生した東日本大震災の際、被災地の復興支援の資金を集める手段として注目を集まり、普及してきた。そうですね。結構でも2011年、あの頃すっげークラウドファンディングが確かに流行った気がします。はい。広島なんか何かに結構寄付したような気がしますけどね。うん、クラファンは増加傾向にあり、 2011年に設立されたクラファン専用のプラットフォーム、キャンプファイヤーは、2021年3月までの流通総額は国内最速で400億円を超えた。ね、キャンプファイヤーって結構みんなキャンプファイヤー使ってますよね。昔はね、なんかね、クラウドファンディングって言ったらキャンプファイヤーじゃなかったような気がしたんだよね。なんだったっけなもう忘れちゃったけど、なんか別のでっかいとこあって、最近はなんか、なんだっけ、あの、えーっと、オールインとかね、なんかよくわかんないけど、 ほらあのクラウドファンディングって100万円だったら100万円設定したら100万円いかなかったら全額没収っていうか全部返金なんだけど100万円集めるのになんかわかんないけど10万円でも20万円でも集まった分もらえるっていうのは制度も確かキャンプファイヤーから始まったんじゃなかったかなごめん間違ってたらすいません 見たんですよねあの途中まででもも大丈夫ででですよえでも途中までだよってこれってプロジェクト達成できんのとかねヒロシちょっと思ったんですけどね、うん、でさらにはこの一台の新型コロナウイルスの感染拡大の影響もあり飲食店がクラファンを行うケースが増えてきました売上不審時の資金調達としてではなく新規の顧客の獲得や顧客とのつながりを再構築できる仕組みづくりとして有効であるからはいその一方で 当然、リスクもあり得るということですね。赤文字です。はい。えー、クラファンが裁判に発展するケースの、きたきたーやばすぎ、ね、えー、最近では、水戸市の納豆ご飯専門店における、一生涯無料パスポートが、ついに裁判まで発展し、えー、発展してしまったケースだ。デディーンということで、 あの裁判やりましたね。広島生放送で、この裁判やった方とね、あの生放送でお話をさせていただいたんですけども、あの過去の動画、ちょっと見てください。あのサブアカのね、プライベートチャンネルっていうサブアカあるんで、そっちでね、この裁判をやった方の話を聞いたんですけど、まあ大変だったみたいで、はい、大変だったっていうのは、なんか、あの、なんかツッコミどころ満載みたいな感じでね、あの、結構聞いてると、えーみたいな感じでね、あとなんか裁判やってる時代に、なんか、鎮事件とか怪事件も起きたらしくて、いろいろ大変だったみたいです。はい、まあ詳しくは、ちょっと生放送のアーカイブを見てください。はいでこれは え日本最下位の地で始める世界最高の納豆ご飯専門店、納豆スタンド、令和納豆というタイトルで、ごめん、笑っちゃった。え、水戸市の納豆ご飯専門店、令和納豆が開始したクラファンで、日本最下位の地というのは、ね、えー、とあるアンケートで、茨城の水戸が日本で一番魅力がないとされたことに由来する。あ、本当に水戸ってそんな魅力ないですかで、他にもなんか魅力ない土地いっぱいあると思うんですけど、なんで水戸なんすかねうん、んで納豆とかね。 結構いあるじゃないですかえこの令和納豆において水戸黄門とかねこの令和納豆において1日1回税込660円の納豆ご飯セットを1万円の支援金で一生涯食べられるという内容だ。これはね きますよ1万円で660円生涯食べれんのってこれ話題が話題を呼ぶよねこんなのねねクラファンには寄付型や投資型支援権に応じて商品やサービスなどの見返りがもらえる購入型などさまざまなタイプの支援法がある飲食店が行うクラファンは購入型が多くこの令和納豆のクラウドファンディングも支援の見返りとして 生涯無料パスポートを手に入れることのできる購入型に当たるということですね。だから寄付型じゃないですよ。寄付してね、あのおまけとしてもらうっていうよりは、まあ、これを購入するためにみんながこう買っていくっていうことですよね、うんで。つまり16回目から元が取れ、それからの利用は全てがただ飯となる計算である。 え開始後、すぐに上限として設定した100人分が完売。すごいね、最初は 100, 100人だったんだね。上限枠を広げたところ、1000人以上がこの無料パスポートを手に入れようと支援したとえいうことですね。すごいですね。なんか、めっちゃ欲張りやんけ、これ。100人で終わらしとけばよかったんじゃないのそれだったら、これほどの騒動になんなかったんじゃないかな。やったいけるいけるもっとお金入ってくるっつって、1000人以上これやっちゃったんじゃないただね、これね、キャンプファイアーも悪いと思うんだよね。なんか、キャンプファイアーの まあごめんね、これね、ちょっとあの好きな人いたらごめんなさいね、なんか5チャンネルとか見ると、あ,あとほら、やった人たちねのなんかコメントとか見ると、すぐにお金が集まると、なんかキャンプファイヤーの運営から、もっと広げましょう、もっと広げましょう、もっと人数増やしましょう、新たな特典増やしましょうみたいな感じで、もっと商品増やしましょうみたいな感じで。 煽らられるらしいんですよ、うん、めっちゃ煽られるんだって。だから、令和納豆も多分、なんかめちゃくちゃ煽られたんじゃないかな。まあ、それにしてもね、増やしすぎだと思います、広島は,はい。えー、ところが、令和納豆側は、規約違反を理由に一方的に無料パスポートを没収としたのである。ね。えー、その規約違反というのは、あ、没収ですね、すいません。ね。このその規約違反というのは、ね、えー、毎回、無料パスポートの対象セット、イコール納豆、 無料の納豆定食しか頼まない。アンケートへの回答が不誠実だったというもの。アンケートに回答することについては、クラファンジ指示にはそのような記載がなかった。ね。 その時に記載がないの多すぎるんですよで。で、しかもほら、新たに1万円で出して、じゃあ、あのパスポートを使う時に、こんな利用規約が新たに付け加えられましたっていう、その規約がめちゃくちゃ多いんだよね。あれも広ロびっくりしちゃう。え、こんなにあるのみたいな感じで、ねね。だからそれが、もしこれらについて明記されていれば、果たしてこれだけの人数が支援していたであろうかって書いてあって、多分広ロはね、これは否だと思いますよ。うん、だからちゃんと最初にそういう、まあ、こういうことやったら募集、ああいうことやったら募集、アンケートも書いてください。 無料の、無料のね、梅このパスポートの無料の対象のものばっかりを頼まないでくださいとか、あと、あのー、その、パスポートを使うときに、ね、こういう利用規約が実は後、あとね、あるんですよってドカーンって出してきて、それクラウドファンディングのやってるときに、 それ説明してたら、多分ね、広ロゃはね、こんだけ集まんなかったと思います、はいえー。今年3月に入り、無料パスポートを剥奪された購入者が、えー、購入者が起こした民事裁判における、令和納豆側に対しての無料パスポートの返却、募集期間中に食べたであろう金額の保証、裁判費用の支払い要求、これらすべてが認められたという報告は SNS 用に上がりました、ね。これも報告会面白かったですね。ほんと盛り上がりましたね。うん、ただ、あーのー、普通はね、普通の飲食店でここまでのことやられないんですよ。ぶっちゃけだなし。だからすっ すごいね、あの不義理なことをしちゃったんですよ、多分令和納豆さんは。あの、いく、あの、まあ、今回のね、動画で、まあ、謝ってはいたけども、心の底から自分たちが悪いとは思ってないんですね。あの、要は、クラウドファンディングの文化はまだ全然日本に根付いてないとか、まあ、結構、あの、要はすっげえ暴れた客がいて、なんか列に割り込んだり、看板蹴っ飛ばして破損したりとか、すっごいなんかね、もうお前らのが飯提供したらいいんだよ、もうさっさと持ってこい、この野郎とか、他のお客さんに、あの人なんとかしてよって言われたから、もうこの人をパス募集したんだっていう、あの、ことをおっしゃってましたけど、ただそれ でその人だけなんですよね、うん、でだからそなんだろう、そういう変な人たちがいた、変な人たちって確かに飲食店に来るんですけど、その人だけじゃないじゃないですか、トラブったのって。他の人たち、一体なんでそんなことになっちゃったのかっていうと、ヒロシはね、やっぱり何かしらね、ちょっと不徳のいたすところがあったんじゃないかなって思うんですよ。あのね、絶対こんな裁判にまでなりません、お客さんと。あのお客さんがブチ切れて、飲食店と裁判を起こすって、そうそうないですよ。これってだから人間と人間の心と心のぶつかり合わないんですよ、本当に。 なので、ちょっとレアットさんそこら辺をちょっともうちょっと考えて今後動画を出していった方がいいんじゃないかなと思いますね。だから前回の謝罪がパンになっちゃってるんで、まあ、これちょっとごめん。今度サブアカでやります。すいません、はいえ。飲食店側と支援者の認識の違いがトラブルの種となる、はいね。そう、これ認識の違いなんですよね。温度差っていうかもう全然認識違うんですよ。うん、で結構レアットさんの方も結構まあこんな言い方してあれだけど、ちょっと お気楽というかおめでたい考えをしてたんじゃないかな。全員が全員分かってくれる。自分たちのことを分かってくれる。で、言えば分かってくれる。言わなくて分かんない人はもうダメだって言って鬼になっちゃうみたいな。なんかそこら辺がね、やっぱちょっと日本人には受けられなかったんじゃないかなって思いますね。まあ日本人じゃなくてもちょっと受けられないかもしれないですけど。え、では一体令和納豆のクラファンの何がいけなかったのか。それを数、ね、下の図を見れば分かりますって書いてあって。 ちょっとこれ一時停止してみてください。支援総額が多いクラファンの最近の事例って書いてありますね。これ例えば創業83年、慶應義塾大学の学生食堂、山食これ何山食でいいんですかね山食を救ってくださいっていうことで。 目標金額は500万円支援総額は一1 0 0 0万10万100万4300万集まってんじゃんすごいね慶応大学とかずるいよね慶応大生にさ卒業生とか OB にさねなんかみんな連絡したらみんなが寄付してくれそうだもんね松ません達成しましたえ今こそかえ串カかえで笑顔に一緒にコロナを乗り越えましょう串揚げ屋さんということでこれも3820万集まってますねすごい会員制焼肉新新気営が作り出す姉妹店銀座焼肉一新フラン先行予約券とか 高玉は、居酒屋はっし,しょい、存続支援のお願い。えー、広島流、ん広島、ルカワですか流れ川ごめん。えっ、ー、と、ルカワミラノアグループ存続支援プロジェクトとか。 まあなんかいろいろ、なんか里のうどんを失うわけにはいかないとかあって、そん中で日本最下位の地で収める、始める、世界最高の納豆ご飯専門店、納豆スタンド令和納豆っていうのがここにあって、目標金額300万だけど、1 2何0万集まったと。ね、キャンプファイヤーにも2割ぐらい入ってきたんじゃないですか。ね、あの、200万以上入ってきてるなーなんてちょっと思うんですけど、令和納豆以外のクラファンの根底にあるの。ね、これね、結構ね、よく書けてる記事だなーと思ったんですけど、令和納豆以外のクラファンの根底にあるのって、既存店の 応援なんですよ既存店の応援だって書いてある。その多くは飲食とノベルティグッズをセットとしたものを支援の見返りとしています。支援者側も店舗支援のための購入という認識を持って支援しています。そうだね。まあ、例えばほらあの、例えばこの慶応義塾大学の学生食堂ってさ、なんかあのクーポンとかもらえるんでしょクーポンというかこのチケット持ってきゃ飯が食えるとか。 あの串カツ屋さんだって、ね、この串カツプレゼントとかそういうのやるわけじゃないですか。ところが、生涯無料パスポートを見返りとした令和納豆のクラウドファンディングは、新規開店を目的としたものだ。なので、既存店の応援じゃなくて、新規開店なんですよ。で上記と同じ購入型であっても、出資者はこれを投資型と認識して支援に至っている。 ね、支援のために購入するんじゃなくて、投資してリターンを求めるなのである。ここに認識のズレが生じてしまうのだということで、本当その通りですね。これから新しいことを始めるんだ。みんな投資してくれ。俺応援してくれ。っていう感じに思っちゃって、よっしゃ、得できる。投資するわって。投資っていうのは自分に見返りがあるからやるものですからね。まあ、これで、ね、もしダメだったら、まあ、投資は仕方ないんですけど、まあ、あの他のお店は既存店の応援、ね。続けてください。頑張ってね。応援するよ。ね、もっともっと頑張って潰れないでねって応援するのに、 あの、令和ットはこれから始める。みんな、俺に、オーラに元気を、オーラに現金を分けてくれーっつって、なんかあの、現金玉をこう作るわけじゃないですか。ブォーっつってみんなから集めて、めっちゃ集まるもっと集めろーっつって、集めまくったという結果がこうなってしまったっていう可能性はありますよね。うん。で、えクラファンの運営企業にも責任がないとは言えない。来ましたね。ほんとその通りですね。掲載するにあたって事前に審査があり、問題がないとみなされて開始したはずだ。ほんとだよね。これ、あの、いや、これって、 で、普通無理しちゃ大丈夫なんすかってやんないのかなまあでも、多分ここでレバナットさんが大丈夫です。我々には秘策があります。ってキャンプファイヤーを説得したんだったら、 あの、ちょっとやばいなとちょっとまあもうこれはもう仕方ないか、仕方がないかなと思うんですけど、まあ結構キャンプファイヤー側もね、多分ノリノリだったと思いますよ。なんか運営の人たちも結構、ここら辺でノリノリの文化あると思うんですよ。で、実績のない一個人店が新規に募集したところで約一千人も集まるはずがない。本当だよね。いくら成立した後の履行責任が飲食店側にあるにしても、それを許可したのはクラファンの運営企業である。本当だよ。だから、もうい,い,い,なんかいざ何かあって問題になっても、それは飲食店の責任だからキャンプファイヤーにもね、責任ありませんよで乗り切おうとしたけど、 もうちょっと乗り切らない時代になってしまったっていうそんな感じでしたね。店側やクラファンの運営企業は遠方のためあんまり来店しない人や最初だけは通うが徐々に来店頻度が減る人こうした離脱者が支援者の中に徐々に現れるとみて無料パスポートを考えたのだろう。はい。 そして店側は、支援者と一緒に新規顧客が来店することや、その他の食品やお土産も購入してもらえることも想定していたはずだ。しかし実際には予想に反して、水戸市近隣に住んでいる支援者が多いことが無料パスポート送付時に判明し、急遽アンケートへの回答などを規約に加えたのかもしれない。なるほど、これが本当だとしたらちょっと姑息ですよね。支援者の信頼を裏切ることになっちゃうんで。そもそもアンケートとは多数のものから任意に回答を求めるもの、一般的に強制力はないと。 ほんとその通りですよね。うん、だって広瀬だったらアンケート書いてください。丸×だったらまだしもなんか何百文字も書いてくれとか言われて、ほら、地方の地域創生に関してどうすればいいかなんて、その場で書けるはずないじゃん、まあ。あとでメールで送るっつっても、ちょっとめんどくさいよね。うん だからまあな、なんだろうな。あんまりこういうことしない方が良かったんじゃないかなって <laughs> 思いますけどね。えでは、店側どうすればよかったのか。一つは支援者には飲食物を生涯無料で提供するのではなく、やはりノベティグッズのセット販売にする。でもこれだったらね、一千何百万も集まんなかったと思いますよ、評価者。もう一つは支援者にこと消費、つまり体験型の見返りをする。納豆作り体験や納豆料理の教室に始まり、納豆料理のメニューのコンテスト、納豆のトッピングのコンテストなどのイベント参加券はどうだろうか。はいいですね。でも絶対お金集まりませんね。 これね、あの集まっても2 3 0 0万ぐらいじゃないですかまあそれでも十分だと思うけどこれだったら多分1200万も集まんなかったと思うんですよ1万円で生涯食べれるっていうからもうそのインパクトやったお得っつって多分みんなわーってやったと思うんですよ ね、コンテストの場合は受賞メニューは一定期間ネーミングライツ、命名権として名前付きで店舗で提供してもいいまた売り上げが多ければ、えー、定番化も検討する、ね、これだから第2弾、第3弾とかでクラウドファンディングやっていけばよかったんですよね、あのー、なんつ最初にこれ生涯無料とかいきなりなんかやらずに、まあ、ちょっとずつちょっとずつこういうなんか料理教室とかネーミングライツとかやっていけばですね今も令和なと普通にねいいなんか水戸のなんかすげえ面白い店としてなんかもうめちゃくちゃなんか結構いろんなメディアとかにね取り上げられ 出てたと思いまますよ、まあ、今も取り上げられてるんだけど、こういう風にね、まあ、ちょっとあのこれ悪いんですけどね、はいえ無料パスポートを設定するのであれば、すみませんえ、生涯無料パスポートではなく、例えば100日間無料パスポートとする。うん これなど希少性の原理によって100日間のうちはお得感を演出できまたサブ,ルサブスクリプションサービス商品サービスを一定期間の利用,利用量で提供できるビジネスモデルへの展開にも役に立ちます、えー、店側には今後顧客と飲食店お互いが満足する美味しい関係を粘り強く築き上げられるような巻き返しを、えー、ぜひとも期待したいって書いてあるんですけどなんか6月末にこのマトで閉店する可能性があるっていうことでなんかバナットさんが言ってるんであこれ追記がありますね、えー、なお本校を仕上げてる最中の2021年4月20日 レイバナットの代表が SNS 上で6月末に閉店することを検討中であり閉店の際はクラ,ウ、えー、クラファンにおける無料パスポートの代金を代表個人が全額返金する旨を表明しましたこれ代表個人っていう意味あったのかなレイバナットの存続は予断を許さない状況ですと、えー、いうことで締めくくっておりますがさあどうなんでしょうかという感じですね あの、まあ、ほんとその通りですね。<laughs> あの、ちょっと、久しぶりにちょっと読んだいい記事だったんですけども、まあ、あ多分ですね、まあ、ちょっとあの、後で、広志もこの、20分のね、ちょっと長かったんだけど、倍速で広志も見ましたけど、まあ、今回、まあ、その募集騒動について質問に答えてくれてるんですけども、まだまだ足りないんですよ。うんで、しかもね、やっぱりちょっと、やっぱり変な人がいたっていうと、みんながクラウドファンディングの文化はまだ日本に根付いてないみたいな感じでちょっと締めくくってるんで、ちょっとね、あの、スーパー不完全燃焼 なってるんでちょっとここら辺もね、ちょっと一緒にね、あの一緒にというか今度サブあのサブカの方で、ちょっと広ロシやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。で、ニュースのこれ、えー、URL は何回も言ってますけど、概要欄に貼っておきますので、もしよかったらご自分の目で確認してみてください。ということで、今日はこのぐらいにし,、えー、しておきます。ありがとうございました。 えもしね、あのチャンネル登録とかね、していただけると、まあ、今後も令和納豆をね、あのちょっとあの風前の灯火かもしれないんですが、やっていく励みになりますので、もしよかったらよろしくお願いします。であとコメントとかもどんどん書いてくださいねあの。結構、広瀬盛り上がるの好きですし、皆さんの意見聞いて、なるほど、みんなこういう風に思ってんだってね、動画の参考とかにさせていただいておりますので、よろしくお願いします。ということで、今日はこのぐらいにしておきます。ありがとうございました。失礼します。